船見田君、どうもおっさんでございます。おっさんはですね、今鳥居屋大聖堂の、ね、前に来ております。ここからね、本格的に鳥居屋の観光に行きたいなと思います。よろしくお願いいたします。暑いですね。それではレッツゴー。大聖堂の前なんですけども、広場があって、こちらにインフォメーションセンターですかね、観光案内所で、そちら側におっさんがさっき飲んだくれたワインのレストランがあります。でですよ、この前にこちら大聖堂あります。もうちょっと離れて撮りましょうかね。はい、こちらがね、トリーヤの大聖堂、セントペテロ大聖堂だったかな、こんな感じでございます。うわ、眩しいな、厄介になります。こちらの大聖堂なんですけども、ドイツ三大大聖堂のうちの一つでございまして、ケルンの大聖堂、それとマインツにある大聖堂、それとこちらですね、トリーヤの大聖堂でございます。トリーヤはね、あの世界遺産になってまして、トリーヤの遺跡群だったかな。あとはこちらの大聖堂とね、この近くにね、聖マリア教会っていうのがあるんですよね。そちらも後で覗きましょうかね。じゃあこの教会入ってみましょう。最近教会入るの趣味みたいになってるわじゃあ行きますよ。あそこ入り口ですね。入り口にこんなものが、まあわからなかったら観光案内所に行けばわかるんでしょうね。入り口ここです。では行きましょう。はい、中に入ってきました。静かにしてくださいということですね。この間さ、アーヘンの大聖堂行ったじゃないですか。あれとはまた全然違ういつもの大聖堂の作りになって感じですかね。天井が高い大聖堂でございます。じゃあ見ていきましょうか。さらっとなんかいろいろあるんでしょうね。こんな感じで紹介が書いてあります。まあそういう行く時間はないんで無理ですけどね。あとね、こんな感じで館内マップがあって、お金を50セントであれですね、パンフレット買えるみたい。あちゃんと日本語もあるところ優しいですね。やった。大聖堂の中がね、こんな感じですね。人はそんなにいないです。上も高くていいですね。素晴らしい感じでございます。上側にパイプオルガンがありますね。すごいなあこの作り。あちらの奥にね、人がいるんですよね。これはあれかね、見学料払えばあそこの奥まで行けるんですかね。サービスタイムみたいな感じ。周りはこんな感じですね。ふう、中は涼しくていいです。あ、でもサービスタイムじゃなさそうですね。なんか向こう側から登れそうです。はい、登ってきました。こんな感じですね。で、後ろ側がこんな感じです。お土産屋さんがありました。こんな感じですね。こんな感じでお土産屋さんがありますよ。はい、外に出てきました。いや、中涼しかったですね。良かったです。これね、中もすごいですけどね、外の外観が素晴らしいですよね。こんな感じです。この広場はね、なんかね、あそこにね、レンタル本って言ったらいいですかね、本の貸し出しみたいなのもやってみたいですね。で、こっち側にレストランとか、これなんでしょうね、この赤紫で、レストランとかあって、先ほど言ったあれですね、インフォメーションセンターがある感じですね。じゃあ次の目的地行きましょう。こんな感じです。こちらのね、教会、先ほど行きましたあのトリアの大聖堂ですね。トリアの大聖堂の横にあります、こちら聖マリア教会ですね。ここ行きましょうか。なんかあの回路でつながってるって書いてあったんで、中から入れたのかもしれません。おっさん一回出てしまいましたけど、こんな感じですね。じゃあ入ってみましょう。入り口入ってすぐはこんな感じですね。先ほどよりちょっと暗めかな。で、こんな感じになってます。じゃあ向こう側行ってみましょう。正面から撮った感じがこんな感じですね。ここのステンドグラスはあれですね、赤を基準に作られてるんですかね。めっちゃ赤が目立つわ。
で、こんな感じですね。こちらが入り口っぽいんですよね。で、こんな感じです。こちらは教会の方ですね。はい、マリア教会出てきました。いやー暑いですね。こちらマリア教会と鳥居屋大聖堂、横でくっついてる感じですね。じゃあ次の目的地行きましょう。はい、鳥居屋の大聖堂、こちら側ですね。こちらからね、次の目的地行く途中なんですけども、お土産屋さんがあってね、これ分かりますかね、この名前4711。おっさんがケルンで T シャツ買ったところでございます。香水買えよって話ですけど、こちらがあります。その道をね、こっち側に行って右に回る感じで次の目的地行きます。この辺はお土産屋さんかなと思って普通に靴売ってますね。レストランもね、結構多いみたいで、飲んでる方もいらっしゃいますよ。大聖堂から歩いてきました。ここはね、少し大きめの広場になってますね。レストランもあります。向こう側にさ、サブウェイありますね。で、こんな感じですね。ここはあれかな、マルクト広場になるのかな。ちょっと調べてないんで調べましょうか。トイレがそこに、なんか地下に入ればありますよって書いてますね。それは便利。ここ噴水があります。広場には噴水があります。こんな感じ。はい、調べたところ、ここはねマルクト広場っぽいですね。これさ、あの赤紫、薄紫のやつ DM って書いてるんで、これドラッグストアなんですね。で、こんな感じでレストランがあって、でここはね、レーベンブロイのビール置いてますね。マルクトエルバーがこんな感じでございます。でですよ、こっからね、向こう側に行くとね、ちょっと見えますかね、向こう側にね、ちょっと素晴らしい建物があるんですよね。それ行ってみましょう。おっさんです。暑いですね。今ね、気温34度だって。まだ湿度がないだけマシですけど、こんだけさ、おっさんサングラスしてさ、この日照りでしょ、絶対さ、このパンダみたいになりますよね。パンダもうしょうがないかなって感じがします。でもね、雨降られるよりマシですよね。ヨーロッパってさ、ひたすら雨降られますからね、どうしようもないんですよね。じゃあそろそろ目的地到着です。トリーヤのね、街中をこんな感じで観光バスは走っております。まもなく目的地のね、門みたいなところにやってきましたよ。このね、門の前にさ、なんかこの観光バスって言ったらいいんですかね、このなんか面白いのが止まってますね。なんかこの面白い乗り物いいですね。でも暑いだろうな、クーラーも効いてないしさ。25分ぐらいかかんのかな、どれぐらいかかんだろうな、時間45分ぐらいかかるみたいですね。これなかなかかっこいいっすよね。で、目的地やってきましたよ。こちらですね、なんかポルタニグラっていうのかな。ここはね、なんかいくらか払えばあの建物の中に入れるみたい。お、なんか騎士みたいなのがいましたよ、今。この中に入れるみたいですね。じゃあ、おっさんもお金払って入りましょう。はい、目的地、ポルタニグラでございます。いや、暑いな。じゃあ、入ろうかね。そこにね、カッサって書いてあるんで、そこが受付なのかな。どっかで、確かね、6ユーロか 6.5 ユーロぐらい払えば、上に登らせてくれるはずなんですよね。書いてるか？あ、書いてますね。でも値段書いてないな。これです、ポルタニグラ。あれ、6ユーロぐらいかなと思ったら4ユーロっぽいっすね。じゃあ行きましょう。そうしましたら、これ登っていきましょう。さすがにさ、おっさんの大好きなロンバウツ大聖堂ほどは高くないと思うんで楽勝です。入り口をね、上から見るとこんな感じですね。この下がね、受付って言ったんですかね、レジで4ユーロ払って入場料買いました。はあ、入ってますね。いつも通りこんな感じですね。上でね、ツアー組んでるみたいで、ツアーの話声聞こえますね。はい、第一関門登ってきました。もうでもこの上てっぺんなんで、そんなに高くないんですね。で、今説明やってますね。こんな感じです。上もあるみたいですね。
はい、上から見た感じがこんな感じですね。普通のバスもあるけど観光バスもあるからなんか違和感ありますよね。ちょっとね、なんかあの山の上にね、なんか建物あるんですね。あれはあれで気になります。下はこんな感じですね。あら、インフォメーションセンター今は来ましたね。時間指定なんですかね。こんな感じです。そんなに広くないかなって感じはしますよね。すごい、見てください。ここ分かりますかね。お金が置いてありますね。ちょっと明るさ調整しようか。分かりますか。そこにね、お金が置いてあるんですよね。みんなここから投げてお金を置くんですかね。さすがにおっさんはやりませんよ。もともとこんな形だったのかな。今はもうなんかあの 門みたいになってるだけなんですけどね。詳しい説明はあそこに書いてます。中はこんな感じですね。はい、一番上まで上がってきました。こんな感じですね。さすがにこっち側に行けないようにはなっております。もともとこんな感じだったんでしょうね。パッと見どこが何か分かりませんけど、番号札振ってるな。どっかに番号札の説明書いてあるかな。そういうのは特に書いてなさそうですね。番号札の説明はここに書いてますね。こんな感じです。あとこんな感じですね。風景はこれ以上前に乗り出せないんで、残念ながら。素晴らしい景色でございます。じゃあ降りましょう。はい、ポルタニグラ出てきました。いや、良かったですね。じゃあ次の目的地行きますよ。はい、しばらく歩いてきました。なんかすっげえ建物あるわ。これ何なんでしょうね。また Google マップ先生で調べてあげておきます。おっさんの目的地はね、もうちょっと向こうなんですよね。では行きましょう。いや、暑いわ。おっさん失敗したわ。長ズボンじゃなくて半ズボンで来ればよかった。この暑さね、台湾日本と変わらない。もうちょっとヨーロッパも涼しいかなと思ったんだけどな。ドイツが暑いだけかもしれんけどね。オランダはそんなに暑くないとか、そういうパターンあるからね。はい、噴水があってお庭がある感じですね。で、向こうに建物があります。これさっき言ったあの調べておきますってやつですね。はい、次の目的地ですね。カイザーテルメンですね。こちらでございます。入り口いくらか払って入れるみたいですね。ここ入り口ですね。9時から18時までやってます。で、あれですね、大人4ユーロ、さっきのポルタニグラと一緒ですね。じゃあ入ってきましょう。はい、入ってきました。大人4ユーロですね。これ外へ出れるみたいなんで行きましょうかね。さすがにちょっと暑いんで汗ひかしたいんだけどな。こちらね、トイレもありますんで後ほど。はい、外に出てきましたよ。暑い暑い。こんな感じですね。もともとあった皇帝のお風呂場なのかな。皇帝浴場、カイザーテルメ。この間あのカルロステルメってあのアーヘンで近くまで行きましたよね。こんな感じになってるみたいですね。あの辺も上がれんのかな。上がれなさそうだな。あそこは上がれるみたいですね。こんな感じになってます。これでも実際お風呂だったのかな。すごいな。奈良健康ランドみたいになっちゃう。なんかもともと浴場だったって感じがしませんよね。パッと見何もない感があるからな。廃墟って感じだな。こんな感じです。はい、こんな感じでございます。詳しい情報はまたあれかな、ウィキペディア先生かな。おっさんもひとまず見に来ようと思って来ただけなんで。こちらも世界遺産の一部の一つですね。確かトリアの遺跡群だっけ。お、こんな感じ、こんな感じ。なんかテント張ってあるとなんか違和感あるけどね。この下とかも降りれそうですね。ちょっと行ってみましょうかね。こんな感じです。ふう、思ったよりでかいね、ここ。よっしゃ、下降りましょう。お、下は涼しいわ。めっちゃ涼しいです、ここ。クーラーとかあるわけないのにな。こんな感じになってますね。やっぱ日当たらん分涼しいんですね。こっちも行けます。こっちからね、めちゃくちゃ涼しい風が入ってきますね。ここ
すんごい涼しいよ。風がね冷たい。生ぬるくない。地下はね電気はありますけど暗いですね。こんな感じですね。いろいろ歩いてってみましょう。お、広い広いめちゃくちゃ広いわ。迷宮だよここ。迷宮なしの名探偵だよ。いやめちゃくちゃ広いですねここ。ここでかくれんぼしたら楽しそうやね。あ、暑い。ハロハロ。ここまで地下をくぐってやってきましたね。まあ、この金網がなければ最高なのにね。こんな感じでございます。いかがでしょうか。この辺もお風呂の一つだったんですかね。全貌が分かれば楽しそうなのにな。こんな感じです。じゃあ全部一通り見終わったんで帰りましょう。はい、カイザーテルメ出てきました。ですね、この場所の前にね、あそこ水をドリンクウォーターが出るところがあるんで、ペットボトル持ってたら水を汲んでいくのは正解かもしれません。まあでもこんなに暑いのはあんまり来ないでしょうね。じゃあ最終目的地行きましょう。向こうのね建物は見えますよね。あんな感じです。結局さ、ここ暑くて登れなかった。ごめん、許して。というわけでこれ抜けて向こう行きましょう。結構みんな裸でさ、このベンチ座ってたりするんだよね向こう側がカイザーテルメで、この下が線路になってます。これおっさんが乗ってきた電車と一緒の電車ですね。 RE の1かな、違うな、 RE の71って書いてたから別の電車か。ここでなんか叫んでる人いますね。何してんでしょう。はい、向こう側から歩いてきました。いや10分ぐらいかな、さっきのカイザーテルメからね。でここですね、次の目的地というか最終目的地、ここ円形劇場っていうらしいです。あ、ここも4ユーロなんだな。なんか全部4ユーロだなこんな感じですね。じゃあ入っていきましょうか。4ユーロです。はい、受付を終え入ってきました。ここが円形劇場ですね。これね、上から見るのが良さそうですね。そこが劇場というか闘技場にも見えますよね。じゃあ上上がってみましょう。こんな感じになってるみたいですね。でここから登る感じです。階段を登る感じ、上まで行こう。はい、登ってきましたよ。こんな感じになってるんですね。すげえな。いや暑いわ。でこんな感じになってるんですね。実際こんな感じになってたなのかな。素晴らしいですね。じゃあ降りて、あのなんか地下に入れるようなとこあるんですよね。あれちょっと気になりますよね。はい、入り口があちらで、こんな感じで下も一応通れるようになってます。入場して歌って踊って向こうへ帰る感じですかね。円形劇場とおっさん、どうでしょう。ちょっと離れてますけどね。よし、じゃあ向こう行きましょう。これは円形劇場の説明かな。さっき上まで行ってきましたよ。入場みたいな感じ赤コーナーなんちゃらってなっちゃうね、下から見た感じ。円形劇場か。お、久しぶりにトカゲを見ましたね。今ねトカゲいるんすね。オランダで見たことないな。はい、広場に到着。こんな感じですね。暑い。この降りるとこ何なんでしょうね。ん、入り口って書いてあるな。ちょっと入ってみましょうか。下ります。涼しいですね。ここはちょっと暗いですね。ここは劇場関係あるんですかね。暑い。わあすげえ、なんかいそうだよね。地底湖に眠る何々みたいな感じで。じゃあ向こうまで行きましょう。というわけで歩いてきました。向こう側からこっち出口ですね。帰りましょう。いやここは涼しいな。外へ出た瞬間もう一気に熱気との戦いになるからなこれで一通り見終わりましたね。じゃあ動画締めようかね。こんな感じです。
はい、どうもおっさんでございます。いかがだったでしょうか。円形劇場で最終でございます。トリーヤ、教会2つ、大聖堂とあれですね、教会ですね、それとポルタニグラ、それとさっき言ったカイザーテルメ、それとここ円形劇場ですね。こちらを全部合わせてトリーヤの遺跡群というのかな、世界遺産の一つでございます。まあでもここへ来るのにね、フランクフルトからだいたいね4時間ぐらいかかるんで、なかなか遠いですよね。というわけでトリーヤの動画は以上になります。おっさんはここからフランクフルトに戻りたいなと思います。よろしくお願いいたします。それでは、よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。